兵員や物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロストクを出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で兵士たちはシガンシナクへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを取り戻すために。トロストクを出た調査兵団はやがてシガンシナクに到着。エレンの硬質化能力を用いて外門の穴を塞いだ。穴は成功です。しっかり塞がってます。やった。エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時を狙われぬようしっかり顔を隠せ。調べてきました。地面には野営道具が散乱しています。少なくとも3人が壁の上にいたようです。アルレルト、君はその頭で何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今その力が必要な時だ。必要な数の兵士を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。周囲に異常は見当たりません。これよりアルミン・アルレルトの指示に従い捜索を続行せよ。了解。全員で壁を調べてください。人が入れる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？お前の勘に付き合っている時間は。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。了解。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想しないと踏んでいるなら、あるいはここだ。ここに空洞があるぞ。あ、ライナー！くそ！兵長！この巨人の力が、あと一歩命を絶てなかった。周囲を見渡せ。他の敵を捕捉し。投石来るぞ。セロ。外したか。いいや、奴は扉を塞いだ。馬が通れない程度にな。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たちここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク・ハンとマレーネ・ハンは馬を死せよ。リヴァイ・ハン並びにハンジ・ハンは鎧の巨人を仕留めよ。各艦は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に
心臓を捧げよ。おい、あれはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ反撃の手だと。何もなければ。あるのか。この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げれば、そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなく、はあ、俺はこのまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。だがリヴァイ、見えるか。死んでいった俺たちの仲間が、仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。全ては俺の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。目標、獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちが無意味だったのか。いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒る。兵士を叫ぶ。兵士を戦う。突撃！はい。巨人どもを伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら、必ず成功させてやる。場所を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。こいつらを伝っていくしかねえんだ。はい。俺の敵だ。
たどり着いてやる。おとなしくしろ。過ちを学んでいないとは。おお、世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。片付け。おとなしくしろ。俺の敵じゃない。行く。おとなしくしろ。おとなしくしてろ。そういう面白いやつがしやがった。邪魔だ、どけ。何マジになってんだよ。お前は父親とは違うだろ。何事も楽しまなくちゃ。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。巨人が倒れて、やっと会えたな。やる。なんだと。俺の巨人を一人で倒してきたのか。こいつ、ライナーたちが言っていたリヴァイか。そうだったな。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあればこの注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。おい、
こに行く。止まれ。まだお前には用が。あいつを殺せ。かなり危なかったが、我々の勝ちだ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。俺は誓った。逃がすわけにはいかねえんだよ。お前が化け物でもこの数を相手に生き残れるはずがねえ。じゃあな、リヴァイ。くそ。ザコどもが。深淵だ。生きている奴がいるのか。おとなしい。俺の敵じゃない。急いで片付ける。しつけえな。敵じゃない。るわけにはいかねえ。おとなしくして。ノア。
リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イエーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追ってきやがった、化け物め。ああ、分かったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いがお前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。Dun dun!